PC エンジンファンの皆さん、こんばんは、ラックスでーす。今日の PC エンジンマラソンは275本目ウルトラボックス4号をお送りしまーす。CD ロブマガジン第4号ですね。 CD ロブマガジンも4号目になってね、今回から、パッケージ見てわかるようにこのねキャンペーン、カバーガールじゃないですけど、この、マスコットギャルじゃないですけどね、マスコットくんがいましたけど、あれに代わって UB ギャルズがね、UB ガールズか、UB ガールズが、みんな10代ですよ、10代らしいですよ、17、18とか、あんな感じの 10代の3人のね、はい、キャラクターが新たにね、和骨です出まして、はい、4号、5号とね、6号までかな、4号と、主役のね、はい、アドベンチャーゲームが入ってますね。はい、黒金さん、ニコメさん、10番国さん、アランプロストさん、ゴールデンバーグさん、森さんが1番さん、バーストさん、11コメさん、リさん、スズさん、いらっしゃい。他にもね、なんと RPG がね入りましたんでね、このボリュームを 6本の中では一番あるんじゃないですかね。はい、 RPG も入りました。黒金さん、ありがとうございます。当時取り込み画像でリアル女子を表現できたのはエンジンだけ。 RPG でさらに F1 好きの方はね、この F1 パロディ RPG ですんで、はい、ニヤッとすると思います。和骨。ダルダツムさん、いらっしゃい。こんばんは、和骨。猫じゃらしさん、いらっしゃい。和骨。ジュネさん、いらっしゃい。はい、91年5月24日発売、ビクター音楽産業、CD ロムロム4800円。ジャンルはまあその他と、バラエティーですね。一人用でございます。今回、バックアップね、初のバックアップ対応になってます。RPG がありますんでね。RPG セーブするのに445バイト入れます。はい、それでは、よいしょ、ノーコンキルさんに、まあ、タイムシフトで見てもいいですし、YouTube でね、上がってるんで、そちらで見ても、どちらでもいいですよ。おじさん、ありがとうございます。どうもおさんです。それでは行きましょう。はい、今回もシンプル。あ、今回からもうね、操作性がすごい上がってますよね。メニューとかすごい軽くなってますよ、ね。はい。伊賀さん、ガズダトシキさん、ありがとうございます。おじさん、ありがとうございます。昨日そういや、井上あずみさんがね、クイズ番組出てて、PC エンジン答えられなかった。このゲーム機は何でしょうって PC エンジンの画像が出て。井上あずみさんへのサービス問題だったのかもしれないけど、天外魔境はね、覚えてたみたいよ。天外魔境というゲームのヒロインで絹役をやりましたとか言ってて、それは覚えてたみたいだけどね、ゲーム機の名前出てない外してた、コーヒーだよ。これ知ってるとか言ってるとは言ったけど、どうしてわらわら天外、あと天外魔境は、ね、覚えてたみたいね。悲しいな。はい、ね、もうメニューがねすごい軽くなりましたね。今までちょっと重かったけどね。はい、あなたが企業だって言うね、このコーナーすっきりしましたね、非常にね。はい、じゃあこのコネからいきましょうかね。スペシャルプログラムですよ、これね。あ、これあれだ、これあれですね、バックアップ容量が足りないときはねバグるんで初期化しといた方がいいですね。だけか進まないんですよね。今のバグだったんですか。今のバグですね。まあ、容量はね、上げときましょう。はい、クロムでさえですね、これです。遠い昔、前日、ピサに守られ豊かな平和を享受していた人間界は、邪悪なる神バレストゥル出現により瞬く間に暗黒の闇に包み込まれてしまった。人心は乱れ戦乱が打ち続く。そんな荒廃した世に、しかし一人の勇者が現れた。勇者は邪神バレストゥルと激突、魂の結晶骨を持ち、これをモンサの海深く封印したという。これぞ古来人類に語り継がれた輝かしき骨の伝説。しかし今億千年の時を経た、また血に飢えた亡者が うごめき出す。ああ、勇者よ、再びとてもね、30分では全部で紹介しきれないぐらいのボリュームなんですけどね。
はい、まあ、RPG も入ってますから、まあ、序盤の戦闘ぐらいまで行きますかね。ボーン F1。 こんばんは、ワクオツです。早検査にしてボーネボーネ F1 ひねって骨派なかなか笑。はい、はい、自分の名前ね、付けれますよね。PC エンジンだと結構貴重なんでね、自分の名前を付けましょうね。ちょっと今日時間がないんで、もうラツだけでいきましょうね。ラツ、はい、で2人目クスオと行きましょう。鈴鹿城から始まります。はい、ラツ王子まだ起きているのか。わしはもういいとしたから、お前には早く立派に。はい、48個目です。はい、早く休みなさい。ね、通報団で早くね、運動ですね。ラツ王子、親衛隊長のアレジさんを少しは見習ったらどうです。あの若さでアレジさんはあれほどしっかりなさっているというのに、あなたと来たら。早く休みなさい。早く寝ろ、ブヒー。息子たちがいつも厄介ばかりかけているようですな、ラツ王子。ね、ゲルハルトンの。出ますか。しかし、お、タンスの中には。何もなかった。ラツ王子遊びに来たぴょーん。親父のゲルハルトンに見つからないようにするのに苦労したよ。はい、じゃあだな。ゲルハルトンの息子なんですね、二人はね、残り二人は。はい、遊び人ゲルハルトン。そしてこの弟ね。はい、後ろの探検に行こうよ。三人パーティーですよね。あ、ゲストが一人入って4人に、最大4人でしたからね。もう一人入りますよね。早く寝ろ、行ったろー。これはラツ王子お遊びですかな。ん、なんと後ろにいるのは私のせがれ2人。お前ら父が鈴鹿の城を守る永久戦士だからといって、そう派手にやってくれるなよ。3人揃ってラツクソ。こんなところに何をしてるんですか。やがては鈴鹿の王様となるのです。ん、明日も朝からお勉強があるはず。早く休みなさい。何もない。ひょっとしたら何かあるのかな。お、満タン層があった。和骨です。セミアルサイネス、何をするアレジ、決まりつか、やめろ。貴様を殺して鈴鹿を乗っ取るわ。俺も赤い馬のために一気にのし上がれるんでな、悪く思うなよ。死ね。あ、おっと、父さん、あ、逃げろ。何、我々なに、アレジが現れた。クソ、後藤組のね、え、これはまあ負けイベントでございますんで、勝てませんからね。うわあ、くそー、父の敵。うわあ、うわあ、全滅した。わしよ、気がついたか。わしは今宮仙人。鈴鹿の城に倒れていたお前たちを運んできて手当てをしておいた。カズキューさんです。赤い馬の民は鈴鹿を占領している。鈴鹿に入り、一刻も早くチレルジーに会うのじゃ。これからはラツは勇者として、お供の二人は僧侶、そして魔法使いとして力を合わせ、赤い馬の民と戦うのじゃ。というのがね、ストーリーで。赤戸大門先生。道具を装備するのを忘れないでおくれ。辛くなったらいつでも戻ってくるんだよね。このちょっと桃伝風ですけどね。ランボタンで。ワイカワちゃん派出てきますか。はい。クスもね、装備して、ちゃんとね。装備がありますんで。65個目3位です。あ、河合ちゃんも出てきますよ、確かね。はい、もうシンプルなね。あ、そう、序盤って結構ね、レベル上げがきついんでね。ビニールというのを変化する。デンデルデン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 。1ポイントがメーターなんでね、わかりやすい。あ、ロードとかはね、ほとんどないですからね、もうね。演歌は激しいですけど、ロードとかはね、早いんで、ストレスはたまらないと思います。よし、そんな、そんな殴ってますけど。はい、こんな感じでね、はい、進めていくわけですね。無事、鈴鹿城を取り戻せるか、鈴鹿城を取り戻したらまたね、どんどん話続いていきますんで。はい、シエリさんで、ね。はい、本格 RPG が楽しめるというね。シエリさんです。あ、6号にもね、じゃんけん&フェアリーズが入ってますけどもね。
イエス、ショルセキユ。ボリュームはこちらの方がね、ありますね。今高いですね、4円。はい、そしてクストはね、もうエピソード3ですよ。ね、ウルトラボックスのタイトルに戻るコマンドが欲しいですな。イニシエの時代、まばゆいばかりの光を放ち、二つの種族の神々が、セレクトでね、戻れるタイトルもありますね、セレクトでね。神々は今の戻れたかな。暴力の支配する世界を嘆き、戻れないのもありますけど、そこはまあリセットで、戻れるのは、セレクトでね。一夜にして巨大な町を建造した。まあ、間違いでセレクトをしてね、一発で戻っちゃったら大変ですから。まあ、ゲームによっては巨大な神殿がそびえ立ち、その力の象徴とされている。4号はね、またね、この4号になってまたクストもね、アニメーションがパワーアップしてますよ。その恩恵を受けながら、この地をこう呼んだ。聖地ジャゾーン。クスオ、クスト。はい、エピソード3。異端の考古学者ロイス・E・グラントとその娘セリアは、プリゴールの発掘調査中、偶然にも伝説の大遺跡ジャゾーンを発見してしまった。安心でございます。ドロジさん、ありがとうございます。かつての親友であったライアン・グロバリーは、ジャゾームのその秘めた力を我が物とするため、上司デロス・カーターを暗殺し、12人のエリートで構成されるオブジェクト・グラスを結成した。うん、そうなんです。そうしました。ジャドームの復活の鍵となるクリスタルを手に入れようと、ロイスたちを付け狙うライアン。うん、付け狙われました。危ない目にもね、たくさんありました。一方、クリゴールを脱出したロイスとセリアは、ひょんなことから元海軍兵士ギルバート・ジェイ・デュラムと知り合った。そうなんですよ。ギルバートから6号には総集編入ってますけどね。噂話を聞かされたロイスたちは早速現場へと思い、若干カットされてるところまで森林の中で出てない。何者をも拒むかのように横たわる UFO。 果たしてこの UFO は一体何者なのか、UFO が落ちてる。そしてなぜここにあるのか。はい、今回アメリカね、アメリカで。はい、アイネアスのね、山中アイネアスって、なんかザナズを思い出したよね、風の伝説を。はい、と今言ってね、ここから始まるわけですよね、といったところです。カーモンベイビー、カモンベイビーアメリカ。はい、気になるね。続きは皆さんの目でご確認ください。もうこれで2本で半分か。はい、続きまして、はい、栗太郎侍。これもね、本格的アドベンチャーゲームでね、非常に難易度高いんですね。ゲームオーバーありますから、ね、大変です、これもね。はい、クリアするまで結構これもかかりましたね。毎回ね、アドベンチャーゲームついてますけども、恋愛アドベンチャーゲーム、これも恋愛アドベンチャーですけども、今回ね、難易度が一番高いかな、ウルトラボックスの入ってる中ではね。もう非常にボリュームあります。結構な問題作でしたね。結構ね、
はい、攻略大変でしたね。これ攻略メモ書いたっけ。88個目先生。アドベンチャー派全部手強い。そうなんですよ。隣のトロロとかもね、あの写真あ、栗太郎侍攻略メモ書いてるんで、はい。ドラ焼きクエストとかもありましたね。桃屋敷栗太郎、はい、人呼んで栗太郎侍、弱きを助け強きをくじき、はびこる悪を切り捨てる。今日もお江戸の大掃除です。91個目だけどスケベがたまに傷。はい。ででで今回栗太郎侍、今回時代劇なんですね。時代劇。まさかの桃栗ですね。実写とアニメのね、融合ですね。その1、栗太郎侍登場。はい、今回もね、上にラブゲージあります。これで選択肢によってラブゲージがね、増えたり減ったりしますんで、最大まで増やさないとね、ハッピーエンディングいきません。あと、最大まで増やしておかないと、バッドエンディングにね、なっちゃいます。結構ね、序盤の取りこぼしが、終盤でね恋愛シミュレーションなんですね。そうだ、終盤でね、大きなこのね100個目なんでゲームオーバーにねなっちゃう。はい、いい男でもできたか。いやだ、栗さん、そんなこと言って、おう、図星の言うだな。あれね、わかる？ねえ、これうるさい、それ言うでない。それじゃあ、カズラボン、またの。まあ序盤は東京キャラクターの紹介のようなね感じでとりあえず回っとけばいいです。あら、クリさん、ご無沙汰ね、お元気。実写の人が出てくるまで実は大事なようになるんで、今晩稽古を解けてもらえるか。こって分かってるよ、またスケベ心覚えたんだろう。ダメダメ、忙しく帰ってくれ。はい、自分の またこお歌の基調で動いてる。はい、ここね、1日目は長い2回は OK ですね。ところどころ声も入ってるね。そのビクター屋の将軍様のお宝を乗せた船が沈没しちまったんだから、さあ大変。どうなるビクター屋、さあ、がってがって。どうしたか、わらばいい。これは栗太郎の旦那、とにかく体を見てくれよ。さあ、がってがって。古川さん、前だ。そうですね、古川さんですね、これね、この声はすぐわかりますね。としおさん、はい、がわらばを呼んでみよう。ビクターや謎の爆発、しかしビクターダイヤといえば手堅いことで評判の海鮮丼や火の不始末などは考えられる。火薬の類は積んでいなかったのに、ちょっと匂うということで調べてみよう。ウルトラボックスにはよく古川さん出てますね。古川さん出てクストにも出ていますからね。そのついでについでと言っちゃなんだけどついでに栗太郎の方もね一緒にいたのかな。ビクターや6号高のアリスにも出てました。そうですね、アリスのウサギ役にも。今度市場から電話がある、なんだかドラボン言うてみ。ここら辺は素直のね選択肢選んでおけば、大丈夫ですね。はい、あのラップウサギ、あのラップウサギ、ラシニアも爆破されそう。手紙があるぞ。はい、神社で待つんで神社行ってみよう。
あ、でも結構長い、長いね。結構ヒロインが出てくるまで、まだ長かったっけ ?4 日目ぐらいだっけ、ヒロイン出てくるの。もうちょいで出てくると思うんだけど。神社で会い引きとは不流じゃの。スケベとは拙者のことか。大事な話だな。ここら辺はちょっとね、ふざけると、もうね、ゲームオーバーになっちゃいます。千駄ヶ谷、最近のし上がってきた海鮮丼屋、目的のためには手段を選ばない。で、千駄ヶ谷はビクター屋の将軍家出入り海鮮丼屋の地位を狙っている。ヒロイン以外の江原藤博之さんなんかな。許せん、叩けてやる。あ、どうでしょうね、これはね。はい、ビクター屋と千駄ヶ谷を当たってみたらということで、よし。とりあえず自分の名古屋戻りましょう、ね、よし、絶対にね。で、悪代官とか悪奉行が糸を引いてるはずというわけで、張り切るわけですね。あ、結構長いね。じゃあちょっとすいません、ヒロインの顔ね見せることできないんですけど、実写の可愛いヒロインが出てきますんでね、はい、皆さんが確認してください。黄門様エンドの旅に、またお前かよ。そう、またお前かよ。結構ね、まあ私がね、もう、クリアまでのコマンド全部書いてますんでね、はい。もうどうしてもクリアしたい方はね、それをもう見て、ね、丸々トレースしてください。私のこれ、クリアまでね、すごいかかりましたからね。何かかったんだっけ。4個ね。45枠ね、計かかってますんで、半分が、RPG でね、そのうちのもう半分が、このこれかな、栗太郎さんもいるんだけど。で、ソフト図鑑ね、今回操作性が上がってますから、ね、操作性上がってますから、素晴らしいね。それから、皆さん、今回からなんとね、ドキドキスポーツランドね、ドキドキエッジシリーズが出てきました。はい、はい、女の子を操作してね、これ、うんこをジャンプしてくださいということですね。はい、縄跳びランドということで、縄跳びをね、はい、29、28、ね、30回、規定の回数飛べばいいわけです。ただ、うんこに当たると増えてしまいます、うんこにね。うんこに当たらないように。で、うんこから出てきた P、P 取ると減りますんでね、P は取りましょう。で、飛んでる間の方向機でね、はい、失敗しましたね。飛んでる間に方向機で、高校ね、帰りますんで、ね、ブルマの女の子がね、まあ、当時はブルマが、今のね、子供がこんな格好だったらね、気絶しちゃうでしょうね、もうね。見事に転ぶ、うんこから出てくる、ピー。何が未消化なんだ？ピーが出てくるね、ピーが。あんしんのよだピー企画。あんしんのよだピー企画ですね。あ、ワンナップもありますね。残機制でございます。はい、あらららららら、らヘアバンドとね、はい、取れちゃいましたよ。で、どんどんね、速くなっていきますね。まあ、速くなったら逆に楽な気がしますね。定価4800、まあまあするのよね。あららでもね、お安いと思いますよ。もう RPG も遊べて、まあ、30時間は優に遊べますから、30時間でまあ4800円ですからね。もう当時の 6%、ね、7800円を持ったらね、破格のお値段ですよ。あれ、ね、これ女の子にとって罰ゲームになってない？いきなり裸足で飛ばすとは、ね、裸足で靴ないと足痛みますよ。まあ、当時はね、みんな大体小学生とか中学生裸足でしたよね。思い出しますよ。そう、ちょっと鬼面組の新沢元栄さん風のキャラクターですよね。はいはいはい、この上着をね、どん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 脱いでいきますね。これ多分ね、どうなってしまうのか。はいね、どんどん、さ、この先はちょっとね、お見せできませんので。ウルトラボックスメルベイユ、メルベイユ
はい、今度は信長の野郎、ね、信長の野郎、本格シミュレーションも入ってる、ね、本格シミュレーションならぬパズルゲームですけどね。はい、これで1個だけね、こうね、動かせないと。それでどんどん消していくわけですね。これでハイスコアを狙うところね、飛ばし飛ばしで、飛ばし飛ばしで、ただこのとお城のマークは動けません、動けませんね。だから最後にあのマークが残っちゃうからね、こんな感じで、ね、こんな感じでどん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 ね、飛んでいくわけです。はい、飛んでね、これで消して、食べたの野郎ね、消していくわけです。ひとマス飛ばしでね、ひとマス飛ばしで、これ止まってません。はい、ペンルンルンルンペンペルペン、桜の御事は桜の御事よ。足をうまくね消さないとこれダメですね。ね、サクサクですね。サクサクですけど、まあこれはね全部消したことないですよね、これね、さすがに。ペンペンペルペン、なかなかね、これ難しいですからね、これね。小倉さん、兄弟派どこにいますか。桜の桜はね、もうそろそろ次かな。はい、どうぞ。はい、お前の力はそんなものね。この見てください、このまだ当時信長出てませんけどね、この信長さんのグラフィック素晴らしい。わらわら、ダブルね、えもう、あ、これで、これで光栄さん見て、あ、信長の野望移植できるわと、ね、それからあなたも清田くん、ね、今回はが、あっと、もう今回もちょっとエッチだね、あなた、今度が眼臭になってます、はい、今回ね、4号、ね、私は6号ある中では4号がね、一番好きかな。はい、というわけでウルトラボックス4号ね、かなり遊べる。またウルトラボックスシリーズやってほしいな。ウルトラボックス4号、はい、持ってる、持ってた人は、じゃあ2番は持ってない人ですね。まあシリーズね全部買ってもいいと思いますけどね、全部安いと思いますんでね。前回は 16.1% の方が所持されてました。あ、ちなみにこんな感じでね、はい、女の子をね狙って撃ち落としてくださいということで、女の子が出てきますね。タイミングよくねボタンを押して当てるわけですね、うまくね。あ、当たらないはい、じゃあ結果発表、デケデケデ、お、増えてる、てってー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 、パッパッパッパーン、 20% 超えた。あ、懐かしいですね。またちょっとウルトラボックスね、2回目やりたいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。今日はウルトラボックス4号をお送りしましたね。絵が可愛いですからね、可愛らしいですからね、ちょっとエッチなおまけがあるんで、はい、そうだ爽やかなエロですからね。はい、はい、ようでした。今日はウルトラボックス4号を送りました。明日は、あの有名な落ち物パズルがやってきますね。 PC エンジン移植が待たれてたあの落ち物パズルがやってきますよ。はい、ようでした。まあ、ゲームカタログ付きですんで、はい、それもおすすめですね。はい、おつです、おつです。スターモビルかな、何かな、おつです。